はい、皆さんこんにちは。今日もね、対談のお時間です。今日のスペシャルゲストは、ペンキ画家の翔源さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は僕のリスナーさんから対談やってくれというリクエストがとんでもない量来ててありがとうございます。で、ね、今日ありがたいことに実現したので、ちょっと翔源さんが何者なのか、まあ、軽く現段階ではどういった活動してるのかお聞きしていいですかね。はい、ペンキ画家でして、アフリカのタンザニア発祥のティンガティンガというアートを習っていたので、2014年の7月に向こうに飛んで画家生活を始めたんですけども、今も、日本とか海外行ったり来たりでアートフェスとか出たり、いろいろあのアートを描きながら、その僕が住んでいたアフリカのブンジュ村っていう村で教わった日本人の秘密っていうことを語り部として語っています。あ、もう今はメインで画家さんをやりながら、はい、そういったなんか伝える、配信していくメッセージを。そうですね。はあ、はい、なるほどね。まあ、なかなかそのメッセージが興味深いものだということで今ねちょっと話題になってますけどそもそもなんでそのねアフリカに突然行こうと思ったのか、はい、小さい時は京都の田舎で生まれ育ってきて、はい、であの当たり障りのない人生をっていうのをテーマにあの生きていたんですけどもあのなんとなく毎日が楽しく生きていけたらいいなっていうことで、まあ、平和っすよね。幸せだしそれは、はい、でそう生きてたらですね、あの高校の卒業式の時ですね、18歳の時に、まあ、ボーリングに行ったんですね、みんなで車で。でそして帰り道にまっすぐな道だったんですけど、居眠り運転の車に突っ込まれるんですよ。うわ。でそれで僕は運転席の後部だったんですけど、はい、この運転席のこのシート、はい、あの頭をもたれかけさせる、はい、ここ硬いんですよね。でそこでパンと打って、はい、傷がここにあるんですけども、はい、でそこで血が飛び散りまして、ちょっとね記憶がその時になくなったんですけども。え、それ以前の？以前もねなくて、なんかその性格も全く変わったんですよ。これは自分なのかどうか、ちょっと考え方も変わりましたし、はい、たまたま病院の前で事故ったんで助かったんですけども、はい、本当は死んでたというふうにすごいですね、あの言われまして。で28歳の時に京都の市内の雑貨屋さんによりましたら、白い壁に1枚のペンキアートが飾られてあったんで、はい、すみません、大丈夫ですかね。いや、もうめっちゃ好きです、はい、ちょっとあれですよね、アレルギーが、はい、やばそうだったら言ってください。わかりました、はい、でその京都の市内の雑貨屋さんに、入ったら、白い壁に1枚のペンキアートが飾られてあったんで、それを見た瞬間、まあ、夕焼け背景の絵で楽しそうに動物たちが遊んでるって絵あったんですけど、これだと、これで生きていくんやと思いまして。え、急に？急にですね。その絵に出会った日の夕方4時半ぐらいに、あのタンザニア行きのチケットを取って、次の日に会社に辞めますということで、すごい退職届を出しました。行動力今までそういったことは初でした？いや、そうですね、石橋を叩いて渡るようなタイプだったんですけど、18の時からもう事故ってからですね、ちょっとおかしいんですよね。はあ、なんかその自分のようで自分ではない。何年前ですかね、それも結構 10年前とかですか？そ、今ね38なんで、はいはい、ちょうど10年前ぐらいですね。じゃあそう、だから10年でいろいろ来てるんですよね。18の時に事故をして生死をさまよい、で28の時にティンガティンガに出会い、で38で直樹さんに出会っていやいやいや、そんな全然大したことないです。一番その流れで言うと全然大したことないですけど、いやで、それで28歳の時アフリカ行って、はい、何年ぐらい行ってたんですか？初めは1年半行きまして、はい、そこからは年に3ヶ月ぐらいです。あ、結構じゃあ行かれてるんですね。はい、ブンジュ村でしたっけ？ブンジュ村です。どういった感じだったんですか？まあ、ティンガティンガアーティストのノエル・カンビリっていう人と出会ったのがきっかけで、はい、まあ、俺の村に一緒に住みながら絵を描けっていうふうに言われたんで、200人ぐらいの、結構小規模ですよね。もう小規模ですね。向こうでも小規模の方なんじゃないですか？小規模ですね。初めに村長に挨拶しに行ってほしいって言われたんですね。で当時村長は70歳で、挨拶に行ったら、実はこの村に初めて入った日本人も外国人も証言が初めてなんやけど、実はこの村には日本人の文化とか価値観が色濃く反映されてるってこと言われたんですね。外国人も初めて？初めてです、初めてです。最終的に日本人だから読んだんだよって言われたんです。読んだ向こうから読んだよってことなんですか？読んだし、それを実は予言していた。何その、村長のおじいちゃんから、ね、聞かされて、はい、でそのおじいちゃんはその方のおじいちゃんから聞いてた。はあ、まあ口伝みたいな感じでどん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 。そうですね。で二代飛ばしでシャーマン気質が来る村なので、はい、村長はシャーマン気質ないんですけど、はい、村長のお父さんもない、でおじいちゃんもあって息子はあるんですけど。でそれ聞かされてどう思ったんですか、シャーマン最初？いやいや、それはないだろうとだってもう普通の一般人ですから。でそこでまあいろんな体験っていうか学びを得るんですよね。
そうなんですよ。でそのどういうことって言ったんですよね。そしたら村長が、実は不思議な話になるんやけど、俺のおじいちゃん130年前に生きていたおじいちゃんが村でご祈祷とかご神事をするシャーマンだったってこと言ってるんですね。でそのおじいちゃんがよく夢の中で日本人と出会っていて、みんなで楽しく生きていくためにはどうしたらいいのかとか、自然と共存して生きていくためにはどうしたらいいのかっていう生きていく上での大切なこと、全てのことを習っていたってこと言ってるんですね。僕はちょっと意地悪な性格だったんで、はい、どんなところに住む日本人やったって聞いたら、これおじいちゃんが言ってたんやけど、その当時の日本人は穴を掘って縦穴式住居に住んでいたってこと言ってるんですね。でその穴の中に入ってしゃがむと、自分の目線がアリンコと同じ目線、大地と同じ目線に来る、そんなとこに住む人たちから教えてもらったんだよ。そしてね、不思議なことにその人たちは女性をモチーフにした土器をたくさん作っていたんだって言ったんですよ。で縄文というワードは出てきてないんですけど、彼ら曰くその時代っていうのは1万年から1万5000年続いた愛と平和にあふれた時代で、亡くなった人に刺し傷とか切り傷がなかった時代だよって言ったんですね。まさにじゃないですか。そうなんですよ。でそれから当時の日本列島の大陸の地図を描かれました。木の棒で地面に地続きになっていて。全然違うんですか。違いますね。で今の日本海には大きな水たまり、湖があったっていう地図を描きます。開いてるんだ、そこ、はい、ただ陸続きだった、はい、そのイラスト気になる。なんかどういった学びを得たのか聞いていいですかね。はい、まず村には幸せの三箇条っていうのがありまして、はいはい、村長が掲げてるんですけど、一つ目は1日に3食のご飯が食べれる、2食でもいいんですけどご飯が食べれるってことに幸せを感じれてるかどうか。二つ目はただいまと言ったらお帰りと言ってくれる人がいる、これは血がつながってなくていいんだよって、近所のおっちゃんでもおばちゃんでもいい。で3つ目が抱きしめられたら温かいと感じれる心がある、この3つがあなたの中にあるんだったら村においでということを言われて村に入っています。で一つだけ約束を守ってほしいって言われたのが、友達と喧嘩をしてしまった、村人といざこざになった、そしたら必ずその日のうちに解決してねってことを言われたんですね。ほう。で なぜかというと、やいや言い合いしてる大人を子供は見たくないやろ、それだけやでって言うんですよね。あ、分かりやすいなと。である日こんなことがありまして、20歳ぐらいの年下の男の子と僕は朝から文化とか価値観の違いで言い合いをしていて、でその言い合いが昼になっても止まなくて夕方になったと。そしたら彼が僕のとこに来て、証言海に来いって言ってくるから沈められるんちゃうかなと思いまして確かにね、もうムキムキなんで。あ、そうですね。そうですよ。海に行ったら、はい、海に腰まで使って向かって立ててるんですよね。ちょうど時刻は夕方の、怖いですねそれは、6時前ぐらい。待ってると彼と僕との間に夕日が沈んできて、夕焼けの水面ができたんですね。夕焼けが。で証言これ何やと思うって言ってくると、なんて聞いたら、暖かい境界線やでって言ってきたんですね。ああ、もういらん言い合いとかいざこざは終わりにして一緒に帰ろうって言うんですよ。素敵ですね。で人っていうのは圧倒的な自然に飲み込まれた時に全てのことを許せるんだよって、こうやって海に浸かっている俺たちには命があって生きれてる、だから終わりにしようっていう風に言ったんですね。はあ、素晴らしいですね。そういうその感性とか自然と溶け合うっていう素晴らしさも本来の日本人から学んだっていうこと。ちなみに松原さん何語で喋ったんですか。初めは僕の絵の先生が英語を話せたので、はい、英語で訳してもらいながら、で、スワヒリ語なんですけど、ジャンボとかハバリとかカリブ、ハクナマタタとかっていう、ジェスチャーで初め覚えていってました。でも喋れるようになったんですか。はい、1年ちょいで。簡単で語尾を上げたら疑問文になったり、村長ですけれども、日本語で話すと理解できるので。そうなんです。日本語は単語しか話せないんですけど、日本語は聞くことができるので。村長、はい、はあ、なんか他にどういった。近所に住む3歳の女の子、ザイちゃんっていう子がいたんですけど、よくね、ただいまとかおかえりって言ったとかって僕口酸っぱく言ってたんですよ。ありがとうとかって言ったとかって。あ、ルール的にね。ルール的にそしたら不思議そうな顔して見てきよると、どうしたんって聞いたら、彼女が近づいてきて僕の腕をグッと握るんですね。そして彼女がこう言いました。証言、肌と肌が触れ合うっていうことが温かいっていうことが分かっていて、あなたはその言葉を私に言ってる。証言の言葉には体温が乗っかってないから私には伝わらへんわ。あら。証言はお母さんから抱きしめてもらったことがないんでしょ、私が抱きしめてあげるわって言ってくれて、僕は3歳のザイちゃんから抱きしめてもらったんですね。温かみがなかったんですか、証言さんの。なんかね、ないっていう風に言われまして、でそのそれでその村長が、もうこれではまずいと、あなた本当に日本人、パスポート見せてとかいろんな人から言われて
要は彼らからしたら日本人っていうのは生きとし生ける全てのものを愛おしく愛していて、日常を大切に紡いで生きていたから、心の余裕もあったし、生きとし生けるもの全ての自然とかからも愛されていた人たちだよって俺らは聞いていたけれども、全然違う。なんか来たら証言、お前なんか冷酷なやつじゃないかってことで、そうですね。で、村の中であなただけが過去か未来を生きていると、今を生きていない、そこに心がないっていうことをずっと言われていました。そういった意味では彼らは本当に今を生きてるって感じなんですか。すごいですよ。だって2日前に食べたお昼ご飯何やったとか聞かれます、パッとみんな答えられる。あ、直樹さんどうですか。2日前食べた、やべえ昨日明日を生きてましたね。出ます、ちなみに今、あ、おにぎり、梅干しおにぎり、そんなおにぎり証言はっきり言って、食べながら明日の予定のことを考えてただろうし、証言はそこにいなかったねって俺の孫もみんなが言ってたよ。その時に一回一回自分にいちいち確認した方がいいよ、自分の心はそこにいてるのかどうかっていうこと。もうびっくりしたのが、ある日10歳の男の子女の子が外でね、話しながら遊んでたんで、じゃあみんな僕も入れてって言ったら、証言と話したくないって言うんですよ。え？なんでって聞いたら、証言の話は面白くないから。え、どういうことって。だって証言の会話はね、作業の会話で溢れてるでしょ。明日どこに行く、何をする、何を食べる、だから面白くないから話したくない。うちら文島のみんなの会話聞いててって、それをしたことで、それを食べたことで心がどう感じたのかとか、心がどう変わったのかっていう心の会話が多いでしょ。証言もね、心の会話ができるようになったらお話ししてあげるからねっていうことを、うわやばいやばい、12歳の子も言いますよ。2日前に食べたお昼ご飯ですら覚えていない自分に対してどう思いますか。いやそんな12歳に言われたらね、何も言えなくなっちゃいますよ。そうなんですよ。人っていうのはいかに無駄な時間を楽しむのかっていうテーマで生きてるやろ。あなたの肩書きを外した時の自分の心の中の本当の喜びって何やった、幸せって何やった、小さい時自分は何が嬉しくて、何にワクワクしていて、何に感動していた。もう一回その自分の心の中の本当の声に耳を傾けてあげないといけないんちゃう。それできてる。てか、そういう声かけとか投げかけって自分の親から言われへんかったとかっていう、うわ、聞かれます。これ日本人全員に刺さるんじゃないですか。当たり前のことを言ってくるんですけど、確かに当たり前、まあよく考えたら当たり前ですけど、急に聞かされたらハッとさせられますよね。証言はないっていうところばかりに目を向けてるでしょ。あの人と比べて自分はこれが足りない、これが欠如してる、劣ってる。でもね、生きてたらあるっていうことの方が多いんだよと。こういう風に会話もできてるし、呼吸もできてるし、外に出たらさんさんと輝く太陽の光も全身で感じることができるし、夜だったらお月様の光も感じることができるし、爽やかに吹き抜ける風も体全身で感じることができるでしょ。だから生きてたらあるっていうことの方が多いんだよ。証言はね、ないっていうところばかりに目を向けてるから、人の欠点とか嫌なことばかりが目につくんだよ。あるっていうところに目を向けてる人はね、人のいいところが見えてくるからねっていうことを言われたんですね。で、なぜあるっていうところに目を向けないといけないのか今から言うね。これからの時代は血がつながっていない家族というイメージでみんなで生きていく必要があると。証言、極端なこと言っていい、あなたは発達障害ですって言われました。で、村長である俺も発達障害だと。このように生まれてきたみんなが発達障害として生まれてきてる。何かというと、できるところはとことんまでできるし、できないところはとことんまでできないっていう、うちらはみんながデコボコで作られたんだっていうんですよね。これはなぜかわかるかい。みんなで生きていく楽しさとか喜びっていうのを味わうためにみんながデコボコで作られたんだよ。できないところがあるっていうことは、できるっていう人に出会えるっていう出会いのきっかけになるっていうことなんだよ。素晴らしい言葉ですよ。なんか僕も結構この世界のあり方っていうか、みんななってほしいのが、みんな個性スキルがあるから、社会に与えられたものじゃなくて自分で見出して、それを生かすことによって世界がうまく回り出すんじゃないのっていうメッセージ性が、まあ、僕の根源なんですね、はい、あの動画の、はい、なので、なんかうわすごい分かりやすい表現、すいません、めっちゃいい話だよねそういったメッセージがあってやってて、素晴らしい分かりやすい表現で言ってるなと思って、そうやって出会うことによって自分のなかったものを補える相手がいて、はいはい、それが本来の日本人の考え方だった。だからものすごく地に足がついていた人たちだった。超分かりやすいでしょっていうわけですよ。これ全員に聞かしたいね、日本人。それを
この中に入れてます。あ、全部入って、全部入ってるわ。全部エピソードが。もうすでにアマゾン売り切れだそうですけど。例えば2日前だと7000冊1日で注文来てるんですよ。7000？ 長谷倉美幸さんも裏で関わってくださってて。あ、そうなんすか。村長からメッセージが来たからって言われたんですよ。あなたの本を手伝いに。長谷倉さん、いや、どうしよう。聞いちゃう。どういったつながりで。いや、これは不思議なんですけど。不思議すぎますよ。はい、初めて出会ったのが、今年の8月です、ね。僕と同じぐらいなんですよね。そうです、同じぐらいで、はい。会ってないですけど、長谷倉美幸さんに会うという、予言を亡くなった村長からもらっていた。村長に会ったのが10年前で、村長が5ヶ月前でしたっけ？5ヶ月前に亡くなったんです。亡くなられちゃって。はい。7ヶ月前に村長と電話したんです、ね。7ヶ月前に聞いたんですか？はい。あなたは2人の日本人女性に助けられる。これ本当ですよね。はい、本当に。嘘ついてないです、ね。嘘ついてないです、僕。はい、すいません、聞きます。はい、で、その、まあ、名前とか言われてたんですよ。もちろん。で、1人は体の中に、宇宙っていうのがあるんだよっていうことを話している女性の方で、もう、あなたが出会ってる人だよって言われたんですよ。で、もう1人、が学者であり縄文の英知とかも研究をしていたり、そしてバカだって言ったんです。言っていたら、まあ、翡翠小太郎さんという方の YouTube の収録で大阪に行った時に長谷倉さんがいたんですよ。長谷倉さんに会った時に、あなた死んでる？何かあった？え、急に言われたんですか？急に言われました。何それ。でその時にポンと入れ替わったかもしれないねっていう、もしかするとすごいお役目をもらってるかもしれないよっていうことを言われたんです。でそこで、まあ、収録が終わり、長谷川さんとバイバイをしたら、もうちょうどこの本を編集しているところ最中ですよっていう時に、長谷川さんからバウバブの木の下で座っているおじいさん、おそらく文島の方のご先祖さんだと思うんだけど、メッセージが届いたから、この本にちょっと関わらせてもらえたら嬉しいんだけどっていうお声をいただきまして、まあ監修っていう形ですかね。みゆきさんにはそれを伝えたんですか？こういったことがあった、言われてたんですけどって。はいはい。なんて言った？へーって言ってました。びっくりはするんだ。長谷川さん分かってましたよとか言うのかと思ったら、あらそうみたいな感じでした。なんか他にもちょっとね、温まる、涙が出そうになるような話がたくさん出てくるので。 ある日ですね、お月様の下で村長と外で話していたら、座りながら、諦めれる時間が来ることの幸せってわかる？って聞いてきたんですね。つまり何かというと、日没が来たらほぼほぼ真っ暗になるから、全てのやってたこととか仕事を諦めないといけない。でも証言が諦めっていう言葉を聞くとマイナスに捉えるやろ、でもこの村ではプラスない。なぜかというと、諦めれるってことは今から真の休息の時間に入れるってことやからね。日本では今24時間電気がついてるんでしょ？ついてるな。そしたら深夜でもあと30分何かあったらいいものが生まれるのかなって思ってしまわない？うわ、めっちゃ思ってる。そしたら今の日本人はいつ諦めれる時間、真の休息の時間を作ってるの？一生懸命頑張る、それは素敵なことだね。負けたくない、これも大切な感情だよね。でも頑張りすぎてしまうことで心がおかしくなりそう、もう鬱になりそうってなったとしても、あなたたちは諦めないのかい？証言ね。この世の中には諦めれる時間が来ることの幸せっていうのがあるからね。なんかいいアイディアじゃないけど、これ今やれたら明日は楽になるとかね、いろいろ考えてやっちゃいますもんね。なぜ証言が今あーとかはーって言うか分かるって。やべやべ。それはあなたの血の中に流れる記憶が共鳴している。でそしてそれは懐かしい記憶で、おじいちゃんとかおばあちゃんとかひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんから言われてる気しなかった？これは日本人の人が大切にしていた考えだから響くよねっていう。日本人っていうのはどんな記憶を一番持っていたのかって知ってる？って聞かれたんですよ。それはね、愛された記憶が一番長かった。1万年から1万5000年続いた愛と平和で溢れていた時代、そして亡くなった人に刺し傷、切り傷がなかった。1万5000年争いがなかった。それはね、みんながみんなを愛していた、愛していたっていうことは愛されていたということで、愛されていたっていう長い記憶が今の日本に住んでいる皆さんの血の中に眠っている。入ってるんだ。入ってる。だからとことんまで優しい日本人は愛された記憶を持っているから。もう泣いちゃうよこれ。過去一来てる対談で。
ある意味だから僕たちもそれを取り戻すことができるっていうことですか、ね、もうすぐできます。年表で見るともうほとんどうちらはもう現代ってこんなぐらいでそっか1万年に比較したらねほとんど縄文ですよ。まだ染まりきってないですね。そういった意味では。そうですそうです。根は深いですね。はいはい。それがあの日本人の記憶なんですよね。で、なぜ今証言あなたはこんなんでしょ。なぜそうなったのか分かるって聞かれたんですよ。なんでですかって聞いたら、素晴らしい日本人の記憶を二度と忘れないようにするために一度忘れる必要があったって言ったんですよ。うん。大切なことっていうのを後世にこれからも残していきたいっていう強い思いになるためには一度忘れる必要があった、うん、なるほどね。だからそれを思い出せたらもう幸福感だったりもう生きているだけで丸儲けではないですけれども、ね、そういう感覚にみんながなるんだよ。そのタイミングが2025年の7月の5日からなんだよって言われたんですよ。出ちゃったよ。だからその不安をね煽る人もいますよね。でも俺はそう思ってないよ。愛され続けた記憶が蘇ってくる時、これが7月の5日。え、ちょっとじゃあ一旦じゃあその話しましょう。僕が初めて2025年7月5日を聞いたのは2年前。これ多分世に出たのが辰木亮さんっていうね漫画家さんの新しい本を出版するっていう偽物が現れて、そのおかげで彼女が出てきてくれたんですけど、ちょうどメッセージがあるからあ本出そうってなって、誇らしげにちょっと言っちゃいますけど、はい、お会いさせてね唯一お会いさせていただいて、直接ノートとかも見させてもらって、予知夢ノートって言ってうわ全部書かれているんですけど、で直接2025年7月、もっと言うと5日。僕は10年前に言われてるわけですよ。言われてたんですよね。はい。で僕はあもうパクられたんかなとか思った。いや思いますよね。僕は明るい未来が待ってると言われてるので。あそっか。で結構みんなが不安を煽ったりするじゃないですか。でも村長が気をつけないといけないと言っていたのは集合意識っていうのがあって、みんなが不安になるとそのような世界をちゃうよって。だからその絶対に不安を煽ってはいけないっていうのが言われていたんですよね。で僕は今になって辰木亮さんをパクったんでしょって言われるわけです。いやそう思っちゃうよ。すいません、僕もねそう思っちゃう。初めて言い出したのは2015年です。え？動画とか。あ、いや、講演会とかトークショーで。でもそれを言ったらやっぱその時代がついてきてなかったのか、いやダメだよって。言ってた。人離れるからってずっと言われたんですよ。で一回封印してます僕は。いや僕もこういった分野大好きなので好きだからこそ疑うんですよ。言ってはいたんですね。言ってはいたんですけど、当時はもう絶対それは言わん方がいい、もうスピリチュアルに振り切れちゃうから。そうね、その文島の体験が入ってこなくなるから。でも今逆じゃないですか。言ったことによって文字村の体験が入ってきますもん、うん、まあ僕とかはそうなんですけど、ね、まあ入りはね村長とかも夢の中で聞いたっていうおじいちゃんがシャーマンがっていう、まあ入りはちょっとスピリチュアルよりなんですけど、言ってることはむちゃくちゃ地に足がベタ付きぐらいついてるっていう話なんですよ。やっぱでもそこにキーポイントは自然なんですかね。まあ暮らしぶりで言うと当時日本人がやってたことを生活の中に取り入れてるんですよね。で何をやってたかというと、人と話をするぐらいの勢いで生きと生きる全てのものに声に出して会話してるんですよ。あ、植物とか。植物とかに、例えば朝起きたら地面を土を撫でながら調子どうやとかって言ってるんですよ。で雨にも声をかけますし、お花にも最近蝶々来てくれてるかとかって普通のボリュームで声をかけてるんですよ。でそうすることで虫の表情が分かるようになったって言ったんですよ。出た。我々のね、あの特殊能力として虫の音がメロディーとして聞こえる、虫と会話ができるっていうのを村長から初めて聞いたんですよ。虫の音が聞こえる、虫の表情。当時の日本人の縄文の方が生きとし生ける全てのものに声に出して解剖していたっていうんですよね。あ、そうなんだ。そう、声に出してるのはポイントらしいんですよ。それで分かったことがあると、あなた日本人だったってことが分かった。ごめんねってパスポート見せてとかって言っててごめんね。日本人である証言に飛んでいく虫の表情がいかに豊かで喜びにあふれてる表情をしてるのかっていうことがみんな気づいた。見えてるんですか。見えてる。何が飛んできたんですか。天童虫もそうですし、みんながおーって言ってるから、やっぱり日本人だったんだねって言うんですよ。でいやいやみんなにも止まってるやろって言ったら、ね、みんなが一斉に表情が違うって、はい、ものすごく優しそうで何かメッセージを伝えてくれてる、喜びながらそんな表情してるって。翔平さん分かりました、その表情。それがね、お前もそれをやれって言われたんですよ。
声をね喋って、喋って表情を分かるようになったわけではないんですけれども、感じれるというか、ある日あの村の子供たち3歳児2人と僕1人合わせて3人で道を歩いてると、同じタイミングで左後ろを振り向いたんですよ、うん、何か聞こえた気がして、うん、そしたら蝶々がこう待ってたんですよね。で子供たちが何か聞こえた気がした、僕に聞いてきたら、え、聞こえた気がしたって言ったら、すごい記憶が戻ってきているのかもしれないなんかそんな感じがしたんですか。はい、で村長のところにね、子供のたちに連れて行かれました。村長がね、そしたら、じゃあ俺らは残念ながら表情はわかるけれども、虫とかにはお願いをしても聞いてもらえない、でも今の証言ならあなた日本人だから、この近くのところ、テントウムシ、二つ星テントウムシにお願い事を聞いてもらえるんじゃないのって言われたんですよ。で僕の手のひらに乗せてきました。うん、お願い事してみてって言われたんですよ。いやいやいやと、無理やろうと、うん、で子供らも見てたからもうやろうと、でザイちゃんが抱きしめるようにして話さなあかんよって出てきたんで、いや抱きしめるようにして話そうと、で二つ星テントウムシさん、お願いがあって、今日の夕方までに五つ星テントウムシを連れてきてほしいと僕のとこに結構高度なって言ってたら、もうこれ本当にびっくりしたんですけど、3時半ぐらい絵を描いてたんですけど、二つ星テントウムシと五つ星テントウムシが飛んできて、僕の絵を描いてた机のここに止まったんですよ。でこれは僕もね、これ信じてもらえない方が多いと思うんですけど、僕マジな話で、でうーわーって言ってたら、もう子供らも驚いてるんですよ。さすがに驚いてて、その晩はもうハリネズミのトマトで煮込んだスープとかね、いろいろ村で振る舞ってもらいまして、うわやった、すごい取り戻してきた感覚をみたいな感じで、はあ、えらいね、なんかごちそうを食べさせてもらったんですけど、日本語の響きにもしかしたら隠されてるんじゃないのっていうふうに言われたんですよね。だから僕が村に入ってから、村では一つ新しい時間が生まれました。それは証言の今日あった出来事日本語で話し続ける時間っていう、それをみんなで聞くという時間です。なぜかわからないけれども、日本語を聞いてると癒されてくるっていうんですよね。あんな今日なって言ったら、こうやって響きを聞いてるんだから、で母音っていうんですかね、の響きがなんかすごいとてつもなく癒される。癒されるって自然と共鳴するという自然からのメッセージをキャッチするっていう中で、もしかしたら日本語の響きっていうところに何かが隠されているかもしれないっていう、長谷川美由紀さんもおっしゃってましたもんね、日本語っていうのはやっぱすごいっていうのを、うん、ちなみにその縄文の話いろいろ聞かされて、はい、縄文の勉強じゃないけど実際にされたりしたんですか、その後。いやでもしたきっかけがありまして、それは火炎型土器って知ってるって聞かれたんですよ。出た、こんなんですよね、今出てると思うんですけど、絵を描き出したんですよ、火炎型時の絵。なんで知ってるんやっていうね、彼らがで、いやいや嘘やろみたいな。で確かにこれはね、学校で習ってたと、まあ、ちらっと見たぐらいですけどね、うん、この火炎型時の意味知ってるって聞かれたんですね。知ってる日本人いないんじゃないですか。いやいやこれ分からんって言ったら、何かを入れるものとしても使っていたけれども、これは何を意味してるかというと、この入り口、口の部分、ドキのね、口の部分は女性の声とか発言とか存在を意味している。それを大切に守っていた男性とか自然とか存在の炎だっていうんです。だからいつの時代も女性が大切にされる時代は争いが起きない、それが1万5千年の縄文に隠されていたっていうこと。縄文はそういう時代だったってことですよね、はい、それも忘れないように大切なものをアートとして造形物として生み出していたってことで言うんですね。でもある意味そうですよね、今の時代って男性優位社会になっちゃって、男性の声が大きくて争いの時代、声なんですね、声で響き、声質っていうか響きが、響き男性には出せない、そうですね、かける日本語みたいな、うわ、最強なんですね、それが。でそれが村長曰くそれが最強だ。すごい、女性がこれ喋ってたら村の人たちはーってなっちゃうってことですか。そうだから、その証言が女性だったらなってよく言ってる、ね、そういうことですよね、はい、絶対思いますよね、ね、女性で日本語の母音で喋られたらみんなもうはーってなっちゃうってことですよね、はい、7月5日のことは以前から言ってたっておっしゃったじゃないですか、はいはい、証拠じゃないけど見たのってなかったりしないですかね。あーね、それがねあったらいいんですけどね。いや、あったらね、みんなそれを聞いてる人とかしかいないって感じですか。そうなんですよね、だから証拠がないんですよね。今でも言われたりします、パクリやろみたいな。言われます。ドンピシャすぎて、ドンピシャすぎて言われちゃうでしょ、それは。言われます。もっと先に出しときたかったって。結局最初に言った人が先駆者じゃないですけど、でもまあ、でも信じてる人は信じてるので。でもその、まあ、明るい未来っていうことを聞いてるので、僕の方は。あ、でもたつきさんもそうですね。
あ、ただ二択が用意されてる人もいます。明るい方はみんな復興して、うん、確かに被害犠牲はあったけど、それ以降はみんな手を取り合って楽しく農業してる姿が見えてる一方、もう一個はまあこれはちょっと陰謀的な話になっちゃうんですけど、言われてるのが災害と戦争、まあ、武装な世の中じゃないですか、中東でもね、うん、そういった被害がだいぶ大きい映像が見えてる人もいればって感じなので、うん、まあその長老も言うね、集合的意識的にどっちでも転びうるってことですよね。翔平さん何してます、その時7月5日、2年後すぐっすよ。いや何してるか分かんないですけど、村長が言ってたのは、まあどうなったとしても最後は笑っていたいっていうことをね、みんなで笑っていいよね、でも大丈夫絶対って。僕はもうビビってない人で、はい、そこに関しては、はい、なるようになるさじゃないけど、うん、ここまででもみんな言うとね、あれですよね、26万人でしたっけ。そうなんですね。いやいやいや、あなたもう明日行くんじゃないですか直樹さんのおかげで。26万人って何なの。あら、知らないね。ちょっと説明してあげてくださいよ、26万人。26万人を目指しているんですけど、登録者数。これは、当時、縄文人が一番多かった時の人数なんですよ。よく言われますよね、はい、25、6って。そうですよね。まずは、その人数の方が、日本人の素晴らしさっていうのに気づけたら、大きく動いていくんじゃないかなっていう。あ、これ大事なこと聞いてなかった。はい。じゃあ何をしたら日本人は目覚める？目覚める、目覚めるってみんな言うけど、曖昧で分からないっていう人が。本当に、もう嬉しいことを聞いてくださった。ね、僕も言い忘れてました。あ、よかったです。村長が言ってたのは、本来の日本人はものすごく自己愛が深くて自己肯定感が高かったんだよ。何かというとね、息を吐く時の自分、そして息を吸う時の自分にものすごい喜びを感じていた。そして朝起きて裸足で外に出る時の一歩目、踏み出す時の左足のつま先が地面を踏む感触までも愛していた。それが日本人なんだよ。でつまり何かというと、当時の日本列島に住む人たちは自分が普段からやっていた所作をとことんまで愛していたんだよ。例えばね、朝起きたら顔を洗うでしょ、顔を洗う時にね、水を手ですくうでしょ。でこの手の丸みっていうのは、なんて可愛らしくて愛おしくて美しいんだろうということで、ちゃんと自分でめでてあげていたんだっていうんですよね。だから日本人は もともと自己肯定感高かったんだよ。だからそれを日々の自分の行為をめでてあげるっていうことをまずやる必要があるよね。自己愛、自己愛、いや分かりやすいね。とりあえず日本人お前ら自己愛を築けと、自分をめでる、その中にめでていく中で愛されていた記憶が蘇ってくる。本当に2週間くらい前に対談した方も、めちゃくちゃ第二次世界大戦、日本がどのように変えられてしまったのかっていうのを勉強してる方を直前に消えたばっかなので、まさに日本人っていうのはへし折られちゃって、今自分には何もないと思って生きてる。まずはそこさえ気づけば、大きなことはしなくていいよ、ただそこさえ気づけば目覚めのきっかけになるよっていう、うん、そうだから、もうそこが一番大切だっていうんですよ。自分をめでて愛する、それをもういちいちもう意識してやられてますか。やってます。僕は自己肯定感めっちゃ高いです。それはまあ村長から受けた愛ですね。だって翔平さんの昔の写真か分かんないけど、ネット見たら顔つき全然違いましたもん、就活生みたいな時の。あ、見ました、もう全然違うんですよ、みたいな違いますよね、やってやるぜみたいな時の顔と、ま、全く違います。温かさが全然違うくらいですか。うん、それがもらった愛なんでしょうね。ねえ、変わりますよそりゃ人ね。喜びのグラスの話聞かせてもらっていいですか。はい、証言を見てるとヒヤヒヤすると。ヒヤヒヤする、うん、なんでって聞いたら、自分を置いてけぼりにする瞬間よく見るよ。困ってる人を見つけたら今すぐ駆けつけて助けてあげたいっていう優しい気持ちはすごいね。でもね、世界中の人の心の中には喜びのグラスっていうのがあるんだよ。その喜びのグラスが水でいっぱいになって溢れた分で人に愛を注いだらいいのに、今の証言の心の中のグラスの水はすり減って枯渇しているってことを言われたんですね。この世の中で起きている全てのトラブルの原因は、この水がすり減ってる人たちが誰かに何かをやってあげようとした時に全てのトラブルが起きてるからね。あなたの周りにいる大切な人のことを幸せにしたいのであれば、まずは自分の心を喜びで満たそうね。一旦自分を自己愛で愛して喜びを気づいてからじゃないと与えられないっていうことです。そうです、愛情を受けたものからしか愛は与えられない。だからうちらは1万5000年愛を与えられ続けていた。だから一番与えれる人なんですよ本当はね。本当はちゃんと肯定するってことなんですかね。肯定するって
行動とか考えとか、はい、うん、ある日ですね、僕はオレンジを買いたかったんですね。 100m 先に屋台があるので、スタスタスタって行ってたら、おばあちゃんとおじいちゃんが証言上空見上げろってずっと叫んでるんですよ。ああ UFO がね、思いますよね。でその 100m の道のりの中でどれだけ幸せっていうのが溢れてるのか、要はお花が咲いてるかもしれないし、太陽の光が差し込んでるかもしれないし、たった 100m だったとしても感じるっていうところをしっかりとやっていくと、その 100m で十分自分のことを満たせるし、空を見上げるっていう行為は大切な人のことを思う時間であり、自分のことを見つめ直す時間でもあるってことを言ってたんですね。空を見上げた回数っていうのは人のことを思った回数、孤独であったりそういった時間っていうのは人を思う時間、そうです、孤独の時間っていうのは人を思う時間、寝る前も明日誰に会ってどんな言葉をかけようかっていう言葉を想像しながら眠りつくと、その時間が一番大切な時間なんだよってことをね。ロマンチストやなみんな。でもね、直樹さんの猫、ね、のチャンネルで話せるとすごく嬉しくて、で僕は本当に一人でも多くの日本に伝えろって言われてたので、新幹線の中でも東京から新大阪に向かうまでに2時間40分あるので、1号車から暇そうな人を見つけて、まあいいですかってアフリカの文字村で言ってるんですか、ずっと言ってたんです。すごい。それで今今日のこの話は実は 11,964 回目なんです。それをカウントして村に報告しないといけないので。え、そうなんですか。はい、覚えてるんですか。はい、書いてるんで。本当にミッションじゃないですか。いや、そうなんです、報告してるんですよ。報告してるの？村長がね、心折れないでしょって言ったんですよ。で、なぜかわかるかいって、話すっていうことは自分が聞くっていうことだから、自分の記憶が蘇ってくるっていうことだから、どんどん生き生きしていく。そうです、そうです、っていうね。はい、僕はどっちかというとなんかスピリチュアルがちょっと苦手な人でも入っていきやすいっていう入り口の役割なのかなって思って出まして、僕もこの YouTube 始めた時は、はい、オカルトへの入り口で始めたかったんですよ。っていうのも今までそういった唱えてる人っていっぱいいるじゃないですか、はい、ただやっぱやり方とか見せ方ってあって、うん、もちろん普通の何もわからない人に急にハードコアな部分バーンって見せても、それは引いちゃいますよ皆さん。入り口ってなるのは大事で、はい、それこそ体験談を通じてね、説得力のある話がたくさんあるので、まあ、間違いなくその入り口っていう意味ではね、十分役割果たせていますよね。え、本当にその辺の人に話してる、その辺の人に話します。公園とかにもう普通に会ったらもう挨拶みたいな感じで話します。今まで一番やばいのがありました。あ、やっぱ満喫ですね。満喫コン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 ってやって何叩いてんだよみたいな感じで。そりゃそうだよそりゃそうだ、そりゃそうだよ、満喫はそうだ。コミュ力お化けじゃないですか。いや、そうなんですよ。多分ね、全て無駄なことなかったなと思うのは、メナード化粧品の時に訪問販売で1日に300件ぐらい押さないといけない、慣れてるんですよ。なんとも思わない。じゃあ全然怖くも恥ずかしくも、怖くもない。それを6年間やってたんで、だから全て無駄なことなかったなっていう。僕も YouTube する前ニートしてましたもん。あ、海外でですか。いや、日本でですね、大学の後。あ、そうなんだ。けど無駄なかったんですよね。その時で得た知識とか価値観、世界観が今で生かされてるので、必要な時間だったんだなって今では思えるんですよ。あと2025年7月の話を異常に僕いろんな方から本当に聞いてて、別の方が言ったのは、ちょうど星を分析してたら隕石が急接近するのがちょうどその頃っていうのは、それもそれであるらしくて、もう NASA は分かってるって言ってましたね。もう2025年7月5日の朝何時とか言ったかな。朝4時11分。え、それは何ですか。それも村長が言ってた。そうだったんですか。でも分かんないですよ、僕がそれを聞いただけなんで。そうそう、その方は隕石でも、その方も、いやいや楽しみだよって全然ワクワクしてるよ、ね、うん、僕もその後の世界が楽しみすぎて、なんで、まあある意味そこに向けての活動もしようと思ってて、今ね大きいことしようと思ってて、本当なんですよこれ。もう僕はみんなを助ける側に回ろうってもう割り切って、なので一切もう僕ビビってなくて、うん、怒ったとしても怒らなかったとしても、物資とか貯蓄とかで、それをすることによって初めて何か起きたとしても、あ、日本のために動いてる人たちいっぱいいたんだって、まあ、証言さんも含み、ね、政治家じゃなくて国民一人一人が動いてたんじゃん、もしかしてっていう、うん、初めてそこで、それこそ記憶じゃないけど、はい、蘇る、愛されたね、あれやっぱり捨てたもんじゃねえっていうのがね、分かればなっていう。なんか最後に言いたいことはあります？みんなでその愛されていた時の記憶を取り戻したい、だから日常を丁寧にみんなで味わっていこうね、そして自分も愛してめでていこうね、所作一つ一つからっていう
ことを伝えたいです。うん、いやガチで俺最初の20分ぐらい俺泣きそうになりましたもん、うん、え冗談なしで、うん、なかなか揺さぶれることないですけど、いや刺さりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これがね、はい、一人でも多くの方に広まるために拡散していきます。ありがとうございます。いや今日は本当にありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫です。最高ですね。ありがとうございます。